チレディスの斉藤です。今日はバイキン選手に来てもらいました。2ヶ月日本に滞在してどうですか？来到这两个月都 OK 啦，好多嘢都都適應當中啦，都 OK 嘅，係咯。係咯。日本で一番好きな食べ物は何ですか？基本上日本嘅嘢都全部我都食㗎啦，冇乜特別，除咗納豆，超級唔食。OK OK 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 Yes。Thank you。さようなら。Thank you, mommy。Thank you。日本に来てどうですか？比之前更加適應咗咯，係啊，因為但係不過開始凍，比起上個月更加適應咗啦，咁係比賽節奏更加適應得快啲咯，係咯，因為其實已經踢咗第五場啦。咁雖然可能當中都輸啊，或者咁上對上一場係贏嘅，咁好開心啦。但係啱啱對上嗰場我哋輸咗3-0，可能對於可能呼吸嗰方面可能即係好難咯。咁希望嚟緊嗰三場我哋會盡力咯，因為嚟緊嗰三場都係對啲榜首球隊，我哋會盡力係咯。好きな食べ物は何ですか？寿司。皆さんこんにちは、ジャパンサッカークラッチレディースの浜田桃子です。今日は夢選手に来ていただきました。まあ2ヶ月日本に来て経ちましたがどうですか？Time flies and I have been in Japan for 2 months and that means I live in Japan for 2 months and I'm being a Japanese for 2 months, so actually I really enjoy it andEverything's fine here, so one word, enjoy. そうなんですね。じゃあ、2つ目の質問に入りたいと思います。日本の食べ物で何が好きですか？Actually, everything in Japan I really like. And if you ask me to choose one, maybe I think the yakiniku is my favorite. So that's my favorite food in Japan.焼肉の種類で何が好きですか？ビーフ。Yes, ビーフ。さよなら。さよなら。